どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと初めてウクレレコンサートモデル、これを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。まず最初2つお知らせ、2年ぶりにガズレレイベント開催しているんですけど、名古屋ソールドアウトになりました。皆さんありがとうございます。ということは今予定されているのがこの4カ所なんですけど、いや仙台はもう終了しましたんでね。で2日の名古屋と9日の東京、10月21日の大阪、これ3つともソールドアウトで、今チケットお買い求めいただけられるのは11月2日の横浜だけなんですけど、これももうあとほんのちょっとです。残席皆さんお早めに、ご予約お願いします。イベントの詳細はこのリンクと概要欄に貼っておきます。もう一個のお知らせ、はい、ガズレレではですねピアノもやってます。ガズピアノ YouTube チャンネルというのをやってます。これね誰でも簡単にピアノでき弾き語りできるよという意味で、このウクレレのねピアノ版ですよ。ぜひ皆さんやってみてほしいんですけど、なんと本の出版決まりました。はい、10月にこのピンク色の本が出ます。今ね Amazon でガズピアノって検索すると、この本のあの情報出てくるんで、どんな曲やるのかぜひチェックしていただいて予約をぜひともお願いいたします。この本のことも概要欄に貼っときますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。さあそんなこんなで今日もレッスン始めていきましょう。今日のねテーマソングはね、今熱い曲いきます。目覚まし土曜日のテーマソングになっているサウシードッグの優しさに溢れた世界でという、まさに優しさに溢れた一曲お届けしたいと思います。この曲すごいね、本当にあのスケール感大きく素晴らしいいい曲なんですけど、まずですね曲がですねもう大スペクタクルですね。繰り返しがあんまりないんです。どんどん次から次へと展開していくんで、ショートカットをしようがないというねすごい曲でございましてですね、でまあ今回それでもねガズレレオリジナルショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、かなりそれでも対策っぽい感じの仕上がりになっております。ぜひ皆さんちょっとガズレレアレンジの簡単バージョンですからね、ちょっと取り組んでみていただければというふうに思います。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンなんですけど、さっきも言ったように歌がですねもうどんどん展開していくんですよ。なんでこれはなかなかねよっぽど聞き込んで歌のメロディーラインとか雰囲気をね掴み取ってからじゃないと、これはなかなか難しいですけど、やりがいある曲だと思いますのでやってみてください。後半はかっこいいバージョン、そこにいろんなリズムが加わってきますからね。そうしたらさらにまたねエモいんですけど、もう難易度は高いと思われます。はい、取り組んでいきましょう。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今までは音楽私できないです、もう不器用だからきっと無理とか言いながらもやりたいなと思っているそこの皆さん、すぐできます。もうちょっとしたらどなたでもどんな人でもあっという間に弾けちゃうガズレレのメソッドの、レッスン動画のこのリンクをここら辺に貼り付けます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に動画 YouTube 動画見ながらウクレレ触っていただくだけでも本当にあっという間できますからね。さあそれでは皆さんここからですよ、始まります。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたもうねありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1800曲、もういやもう1900曲ぐらいあると思います。2000曲近くのねテーマソングがそこに揃っております。いっぱいあるんで探すのね大変かもしれませんので、1個の例ですけど、大好きでやってみたい曲スペースガズレレという感じで YouTube の中で検索してみてもらうと結構出てくると思いますよ。はい、それではやっていきましょう。目覚まし土曜日のテーマソングになっている優しさに溢れた世界でサウスイドッグ、まずはシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみます。 1,2,3,4。
だけが知ってればいい。やりの優雅なモーニングルーティンとか柄にもないことしないでいいよ。ドタバタってせわしないくらいちょうどいいけれど、まだ二回目をこすっておはようの挨拶くらいはちゃんとするんだよ。一瞬はきっと報われないこともさ多分あるんだろうけど、踏み出した一歩は今日も大切な誰かを思い浮かべていた。それだけでいい、そのままがいい。僕だけが知ってればいい。せーの、サウシードッグの優しさにあふれた世界でガゼレレレシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。いやー、このどん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 メロディーラインがね、次のメロディー次のメロディーってこんなような感じで進んでいくとは、もうなんかね、もう素晴らしい曲の展開なんですけど、まあその分簡単ではないというのが分かっていただけたと思うんですけど、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルショートカットアレンジバージョンのです、最後の方でですね、本来だと最後サビを繰り返すところで歌詞がちょっとずつ変わっていくんですけど、ここをですね、ガズレイオリジナルアレンジとしては1番のサビを全部繰り返したというオリジナルバージョンになっております。ちょっとね、最後やっぱりオリジナルの歌詞でやりたいという方はですね、歌詞をですね、最後のオリジナルバージョンに切り替えていただくとできるようになると思いますね。まずはガズレレバージョンで練習していただいて、慣れてきたら自分で歌詞を書き加えてですね、オリジナルバージョンに近づけてやってみていただくといいと思うんですけど、ほぼ前編のね、要所要所の要点はこれクリアされてるアレンジになってますんで、ぜひガズレレのバージョンからまず練習していただければというふうに思います。はい、ガズレレの今の簡単バージョン、かっこいいバージョンもですけど、カースとコードが出てますから、まずウクレレで練習していただいてもらって、簡単バージョンとかかっこいいバージョン、かなりコードも違ってますからね。はい、簡単バージョンできた方はどんどんかっこいいバージョンのコードを取り入れてもらいたいんですけど、まずは練習スタートしていただいて、簡単バージョンね、1個目のゴール設定としてはガズレレのガズの簡単バージョンと一緒に合わせて演奏できたらもうすごいと思いますよ。これなかなかですね、簡単バージョンと一緒に演奏するのだけでもかなり難しいと思います。歌がやっぱりいろんなメロディーとね、タイミング出てきますからね。はい、やってみてください。はい、で一緒にできるようになったよという方、素晴らしいです、おめでとうございます。そしたらね、次の、ステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌って、コードを弾いてリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から全部この曲のコードと歌詞を丸暗記するっていうのはまあほぼ無理だと思われるんでね、最初はやっぱ楽譜を見ながら何回も何回も楽譜練習していただいて、やってるうちに覚えますから、いずれそしたらこれ大空に向かってこの曲を大きい声で歌っていく、こういうのがねできるようになると最高だと思うんですけど、まずはね楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということなんですけど、安心してください。今の演奏はですね、このガズさんが手書きで書いてるノート、
このねガズが手書きで書いたこのノートを見ながら今演奏していきました。ちなみに今日2枚にわたってるんですけど、見てください、これでも山盛りですからね。はい、これもうちょっとしたらこんな風に画面にでっかく写してみんなもこんな風に書いてみてらいいよということでシェアしようと思うんですけど、はい、今とっても便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた優しさにあふれた世界でを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大のノート楽譜のストックの中からもうすごい曲数ありますけどね、皆さんがこの曲やってみたいんだよな、あー憧れの曲私できるかなみたいな感じで5曲、毎月5曲選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習スタートできますよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してるできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとねラジオ配信をしてるんですよ、ガズって。毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称してガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあそれでは楽譜の方を見ていきましょう。優しさにあふれた世界でサウスイードッグ丸1、これから見ていきましょう。はい、これイントロですね。はい、こういうシンプルなコードなんですけど、これコードはねこの辺は結構かなりシンプルです。なんですけど、この歌のメロディーラインとこの雰囲気、ちょっとこう気だるい感じね、あのプロモーションビデオ見てもらうと分かるけど、ちょっと寝起きみたいなね、ここにも書いてあるけど起きたばっかりみたいな、ぼーっとしているところでこう歌い出すみたいな雰囲気がね大事だと思います。こうやって写しておくので、皆さん、お時間ある方この通りにノートなどに書き出して練習していってください。そしてさっき、ご紹介させてもらった、ガズクラブでこの今写ってるこのノートのデータそのものをダウンロードしてもらうのものすごい有効です。見てもらうとこの歌詞の上に点とか V とか書いてあるでしょ。これこれリズムを測ってるんですよ。ワンツースリーフォー、寝起き頭に飛び込んだ画面、このねこの V のところでリズムが変わっていくよって、これなかなかね分かりやすいです。あと歌詞カードには載ってないこの飛び込んだとか伸ばすところ、これは歌詞カードにはね表記されてないんで、こういうのはすごい役立つということでございます。はい、ぜひガズクラブに入って楽譜のダウンロードもおすすめでございますが、お時間ある方は書いていってください。まず上の4行ぐらいですね。はい、で こんな感じ、まあここが B メロってことかな、だからね、はい、1番です、ここまでが。でここちょっと見てもらうとくるっと書いてあって A シャープって書いてあって決めって書いてありますね。この D マイナーと A マイナーのところ、これかっこいいバージョンで、ここちょっと決めというかね面白いリズム入ってくるんでね、ここちょっと、後で解説していきます。ここはねかっこいいバージョンではリズムが変わるんですよ、ちょっと落ちるビートになるんでね。はい、その辺のこともこれ矢印マークシンコペーションというんですけど、こういうリズム入ってきますと、止まって、でここがサビでございます。はい、このサビもね大スペクタクルですよ、もう本当にこんな感じで。今映しておきましょう。これ書き切れると思うな、みんな。はい、積み上げた一瞬はきっと、はい、ここもくるっと、これ下に囲ってるコードはかっこいいバージョン、後半やるかっこいいバージョン、ちょっと難しいコードがいっぱい出てきます。この辺はほら、ここも F マイナーとかね、ここら辺なんかこの G シャープしてるコードも出てきますから、ね、コードかなり変わってきます、かっこいいバージョンと。そしてここまで、やったらサビ、ここまでがサビなんですけど、ここ間奏としてこれをやるんですけど、これ2回繰り返してます。C、E7、A マイナー、G7。はい。これエンディングでもここまでやれますね。で、これが終わったら今度は、次の2番に入っていきます。はい。2番もですね、2番の始まりは1番の A メロと同じような感じなんですけど、この辺からだんだんリズムが、メロディーがね、どんどん変わっていくんですよ。展開していきます。で、この辺なんかもう完全に、新しいリズムが登場していてですね、どんどん展開していくんですよ。この辺からね、かなり難易度上がってきますね、歌の。はい、一応映しておきますね。2番の A メロという感じのところ。
はい。そしてここが間奏でまたこうに、このイントロと同じ感じでつないで、ここからはブリッジパートみたいな感じでもう畳みかけるようなドラマティックなエモーショナルな感じでもうガーッとこう押し寄せる感じのこう畳みかける バースに入っていきます。ここかっこいいんですけどね、これはね歌のタイミングなど要注目です。コードは簡単でしょ、でもここはね。そしてここまでいったらですね、はいはい、サビ戻るんですが、はい、サビっていうのはさっきやったやつこっち側ですね。はい、で戻ってきた時のサビはですね、ここ伸ばして弾いてます。この2行は伸ばして弾いて、そしてまたここからリズムが戻ってきて、いくんですけど、この最後のそれだけでいいところとかのリズムもね、これかっこいいバージョンで変わってきたりするんで、これ、演奏を見てご確認ください。それでこの最後このあのエンディングとしてこの CE7Am7G7 2回繰り返して終わったというのがガズレレのアレンジになってます。山盛りでございます皆さん。はい、じゃあちょっと出てくるコードなんですけど、見てびっくりしないでくださいね。めちゃくちゃ今日コードは多いんですよ。はいはい、赤く囲っているやつは後半出てくるかっこいいバージョンで出てくるコードに、ひとまず一回隠しておきます。はい、今のシンプル簡単バージョンでこれだけ出てきますからね。 CAmC7FDmD7G7E7Em7 だからこれ9つ出てきます。今日はね、ガズレレ必須コードほぼ出てくる。A7 以外出てくる。この9個のコードはですね、皆さん、このあれですよ。ガズレレでおなじみの入門コード。はい、これです。ガズレレ必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った人に、最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ、10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらめちゃ簡単なんですよ。だけどね、いっぺんに10個覚えようと思うとね、押さえる場所とコードネームごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。この動画を見たらね、コード面白く楽しく覚えられるんで必見です。これでコード10個覚えちゃってください。今日そのうちの9個出てますからね、このコードの覚える動画を見てですね、楽しくマスターしてください。まあ簡単版でも結構もうすごい、ここまでで弾いて歌えるでもすごいと思うんですけど、ね、これかっこいいバージョンはね、さらにコードも加わるし、すごいことになっていきますということなんですけどね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、まあ何回も言いますけど、この曲はですね、もう歌がどんどん展開していきますから、新しいメロディーラインと、バースが次々誕生していくんでね。まあやっぱり弾いていくしかないですね。もう本当、プログレッシブロックみたいに、なんていうのかな、進んでいく感じなんですよ。これが面白くもあり、夢中になれるんですけど、本当になかなかこれ奥が深い曲でございます。はい、聴いてください、しっかり聴いて。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはだからそこにプラスですね、5個のコードが追加です、ね、まずね、最初のこの A シャープと Gm7 というコードを一緒に見てもらいたいと思うんですけど、そっくりなんですよこれで。ちょっと一応押さえ方言っとくと、Gm7 がこことこことここの3箇所、 Am っていうのは A シャープっていうのはこことこことこことここの4箇所で、要はここが入るか入らないかの違いなんですけど、この2つのコードちょっと押さえるのね、すごくいろんな、裏技とかテクニックがあるので、この2つのコードそれぞれにめちゃくちゃ濃厚解説してる動画があるんですよ。それはですね、概要欄に貼っとくんで、ちょっとこれ押さえ方わからないなという人はですね、ぜひ概要欄を見て、このコードの押さえ方、A シャープはこうやって押さえたり、こうやって押さえたり、いろいろあるんですよ、押さえ方がね。はい、見ていただければというふうに思います。あと、引き続きまして出てくるコードは、Fmというコード。はい。この Fmもガズレレではよく出てくる、ちょっとね、難しめのコード、こことここで、こんな風に押さえたり、こんな風に押さえたりするんですけど、これもですね、ちょっといろいろ物議を醸すというか、いろいろちょっと説明が長くなるんで、これもね、以前めちゃくちゃ解説してる動画あるんで、こっちも概要欄に貼っておきますんで、すごいことになってます。あともう一個、G シャープ星というコードがあります。これもね、ちょっと見てもらうとね、何これって感じで、こことこことここなんですけど、これはですね、こうやって押さえるのがいいかなと思うんですけど、こちらもですね、これ、G というコードの応用編になってますんで、このコードも、概要欄に、貼っときますんで、今日はですね、もう概要欄がコードの説明のね、URL でオーパレードですけど、ちょっとやってみてください。で、唯一ここで簡単にご案内できるのは、この C 小文字の AUG、C オーギュメントというふうに呼ぶコードです。これは簡単なんです。C を押さえとって4弦の1フレット。これだけです。これはですね、サビの最後の方に出てくるんで、ね、これは響き、すごい素敵な響きなんで、コード、演奏の中で出てきたら、あ、このコードさっき出てきたやつ、感じ取ってください。はい、なかなか今日はね、押さえづらいコードばっかりで、もう概要欄で解説コードばっかりになってるんですけど、まあなんとかこのコード、響きのいいコードなんでね、押さえていていただければいいかなというふうに思います。そしてやっぱリズムですね。今日はこのね、曲はね、いろいろなリズムが登場しますね。ちょっと一応ざーっと紹介しますね。はい、まずドン。8ビートのチャと、8ビートのチャが半分と、あとね、
ダウンビートというリズムがドーンと落ちるときに16ビートのチャというリズムがすごく参考になります。はい、これをお伝えしたいのと、あとね、疾走ビートというリズムが登場いたします。なかなか今日はいろんなリズムがもう目白押しなんですけど、はい、今映ってるこのリズムの弾き方の解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされてますんで、じっくり穴が開くほどそれぞれの動画を見てリズムマスターしてください。基本はね8ビートなんですけど、疾走ビートっていうのもすごく長いから、ちょっと今日はね、だからちょっと対策なんで、前奏からバーッと説明していきます。まずイントロと A メロ、1番の A メロっていうのかな、1番ね、これは疾走ビートでいきます。疾走ビートっていうのはどういうリズムかというと、 C で弾いてみるとこんな感じです。後ろにアクセントがきます。ドドダドドドド、アクセントだけですよ。まあ、この表を見てもらうと分かるけど、丸丸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 、大きくなっているところに力を入れるというか、アクセントちょっとね加えてあげる。1234123、こういうリズムもあります。これで結構こう抑えめで淡々と始まります。ちょっと歌を歌ってみると、 A メロ、寝起き頭にビーコンダイナメント、この淡々としたリズム、これ曲の中でね、ともなんていうのかな、演奏の中でこう途中にこうトン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 入ってくるんで、この感じ、リズムが速くならないように、体でこうしっかりこうエンジンブレーキかけながらリズムキープ、これをキーポイントにしてください。そしてですね、1番の中の B メロで、今度の休日は君とだらだら過ごしたい、ここでですね、ダウンビートというリズムが登場します。ダウンビートというのは普通の8ビート、ドンタントンタンジャンチャチャンチャチャンのリズムなんだけど、ここに来たらですね、16ビートっぽくドンツクバンツタスタスタタンって感じでリズムがドーンと落ちるんですよ。これはダウンビートというふうにガズレレでは言ってるんですけど、これがですね、16ビートのチャというリズムがめちゃくちゃ参考になります。じゃあそこのとこやってみようと思います。仕事場へ今度の休日はのところ A シャープが出てくるんで、ちょっとご注目ください。仕事場へ今度の休日は君とダラダラ過ごしたいや、こんな感じなんですよ。ドンスクチャンツタツタツタチャンツ、こういうのをダウンビートと16ビートチャって言いますけど、 C でやってみると、ドンスクタカツタスタスクタカツタンスクタカツタスタスクタタタ、はい、その前のリズム感で言ったら、ダンチャタンタタカって8ビートチャでいきたいようなイメージの後で、せーの3枚ドンスクタカツタスタスクタカタカドン、こんな風にリズムがドンと落ちた感じしたでしょ。こういう効果を狙っております。だからここは、今度のからリズムが落ちるんだけど、そこの中でも決めフレーズが入るんですよ。ちょっとね、やってみると、今度の休日のとこをやってみますよ。せーの、今度のとこタンタンタンタカタカ、シンコペーションというか A シャープからトンドストンアップで A マイナーに変わる。ちょっとゆっくりやります。せーの、はい、ここのとこだけちょっと変わった決めフレーズ、タンダカタカタタンダスカ、今のはこの矢印マーク、シンコペーション、この矢印マークはリズムが前にズコンと食い込んでくるよというシンコペーションというリズムなんですけど、この辺がかっこいい決めがちょっと満載なんですね。ここちょっと掴み取っていただいて、その後も、改札の前でいつもそんなこと考えてる、ここは8ビートが一瞬入ります。ちょっと B メロ全部今度の休日を変えてます。せーの、今度の休日は君とダラダラ過ごしたいや、てる、はい、最後のシンコペーションでバッと G7 でアップで止まる、考えてる、その前の F は8ビートです。これはなかなかちょっと難しい。もう一回、今度の休日は君とダラダラ過ごしたいや、改札の前でいつもそんなこと考えてる、畳みかけるでしょ、この B メロ。ここはなかなか難しい。ちょっと、ね、ゆっくりやってみてください。で、サビ、積み上げた一瞬はきっと、ここは気持ちよく8ビートのチャで駆け抜けましょう。積み上げた一瞬はきっと、次でコード変わります。Gm7、報われない。はい。こんな感じ、コードもどんどん変わってきます。Fm 出てきたり、ということがあります。そして、その後、サビの最後の、それだけでいい、そのままがいい。ここは、1回目に出てくるときは、さっき出てきたダウンビート、リズムがまたドーンと落ちます。それだけでいい、そのまま、ここで、今、D
D7 の前に矢印があったでしょ。シンコペーションで伸ばす。その後8ビートで僕だけが死んでればいいという風になります。はぁ、もうすごいリズムが、もういろんなリズムが入り乱れてますからね。はい、ここがなかなかちょっと面白くもあり難しいところ。リズムがダウンビートになった時と8ビートの時とのテンポが同じがいいわけですからね。体でリズムキープ、ここ肝心ですね。で、その僕だけが知っていればいいの後は感想なんですけど、ここでまたイントロと A メロで出てきた疾走ビートがまた戻ってきます。どんどんだんどんどんどんだんだ E7Am7G7、 はい、このまま2番に入ってきて流行りの優雅なという感じでまた疾走ビート、入っていきます。そしてその後ドタバタせわしないくらいがちょうどいいけれど、ここはまた8ビートで、疾走感満載でいくんですよね。ほんでそのドタバタせわしないくらいがちょうどいいけれど、まだ眠たい目をこすっておはようの後、ちゃんとするんだよの後はまた感想が入るんですが、これねイントロと同じでまた疾走ビートが戻ってくるんですよ。だからリズムがもうすごいですよ。もう行ったり返したり押したり引いたり、こんな風になってます。で、その後のブリッジパートというふうにガズが呼んでる、始まりは僕たちいつだってゼロから、ここではですね、8ビートのチャー半分というリズムで、またスケール感を出していこうと思います。ちょっとやってみると、始まりは僕たちいつだってゼロから、どんどんどんどんチャ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 、どん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 。はい、これわかるよね。8ビートのチャっていうのを C で弾いてみると、普通の8ビートのチャ、ドン、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 チャ、半分になるから、ドンドドンドチャ、ドンドドンドチャ、最後のチャしか入れないんです。こうするとまたリズムがドンと落ち着いた感じになります。ずっとこの8ビートのチャが半分でゆったりどっしり、展開していく感じを出していきましょう。そしてこの後、さっき出てきたサビにそのまま戻るんですけど、戻ってきたサビの最初は伸ばします。はい。普通に上げた一瞬はきっとって感じで伸ばしてやってみます。で、その後また、踏み出した一歩は今日もからリズムが入ってくるんですよね。で、最後の最後、それだけでいいわ。今度はですね、さっきはダウンビートだったんだけど、2回目戻ってきた時は、それだけで疾走ビートみたいな、ちょっと勢いのある疾走ビート。それだけでいい、そのままがいい。僕、ここが8ビートのチャで、エンディングをやって、最後、エンディングも疾走ビートで、ドゥンドゥンダンドゥンドゥンダンダンドゥンダ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 ン。はい、もういろんなリズムがもう入り乱れておりますんで、全部テロップの下になんとかビートなんとかビートとかいろいろ書いておきますんで、それをちょっと参考にしてですね、もうやっぱりもう慣れしかないと思います。とにかくデモ演奏を見てもらって、あ、ここはこのビートこのビートってまあ覚えていくしかないと思います。今ここでパッと説明してふんふん分かったっていうわけには多分いかないと思いますんでね。ガズさんもだからこれはかなりですね、こうリズムいろんなリズム出てくるんで、心して今からこう臨みたいとは思うんですけれども、はい、このリズムキープがやっぱキーポイントになるかなと思うんですけど、リズムキープもそうだし、いろんな歌がさっきから何回も言いましたけど、歌がどんどん展開していくんで、歌のことも考えながらリズムキープもして、いろんなリズムが登場するんで、でもなかなかですね、頭の中のこの脳みそのこの CPU といいますか、そういうものがですね、なかなかなどえらいことになってくる、まあ脳トレ曲でございますんで、まあこれはすぐにはちょっと難しいと思いますよ。じっくり時間かけてね、おいおいこう、まず1番から2番までサビまでみたいな感じで、次2番まで来たみたいな感じで積み上げていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。そして今技術面のことを主に言ったんですけど、やっぱりこの弾き語りっていうのは歌中心ですからね、この歌詞の内容とか歌の世界観、あとプロモーションビデオね、みんなパジャマなんか着てなんかやってる感じとかね、すごく目覚まし土曜日という番組のねテーマソングってこともあって、そういうイメージ、やっぱり朝のねなんかひとときの時間なんか、これ歌詞を見るといろいろ考えられるこうイメージをこう頭に描きながらやる感情表現ですから、音楽は。はい。そんな感じでこう取り組んでいただくのがいいんじゃないかなという思います。これは簡単な曲ではないですけどね、かなりやりごたえがあるとは思いますよ、皆さん。はい。それではやってまいりましょう。サウシードッグの優しさに溢れた世界。ガズレレリュー、かっこいいバージョン。やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ダラダラ過ごしたや、挨拶の場
はきっと報われないこともさ多分あるんだろうけど、踏み出した一歩は今日も大切な誰かを思い浮かべていた。それだけでいい、そのままがいい、サウシードッグの優しさにあふれて世界でガズレレレをかっこいいバージョンやってみました。この曲はまあすごいスケール感ともうエモーショナルな感じがもうすごいです。これはすぐにねできるよという曲じゃないですね。やっぱり本当なんていうか段階を経てだんだん自分のものにしていく、そういうなかなかこうやりがいがある曲だと思います。じっくり皆さん取り組んでいきましょう。さあお知らせで、さっきも言ったんですけど今ねこんな状況です。チケット本当に皆さんありがとうございます。ソールドアウトが続きまして11月2日の横浜のイベント、あと本当にちょっとだけチケットがありますので、ぜひ皆さんガズレレのイベント参加してください。ウクレレ持ってきてくださいね。めくるめく体験ができると思います。概要欄にイベントのこと書いておきます。そしていつも使ってるこのねガズのウクレレたちを生み出している G ラボのですね G ラボの YouTube チャンネルがスタートしてますよ。これ今ねウクレレこの初めてウクレレが当たるというキャンペーンやってますから、ちょっと概要欄とここにリンクも貼っておきますから、ちょっと動画見てですね皆さん面白いコンテンツ盛りだくさんだし、ウクレレ当たるかもしれないからぜひチェックお願いいたします。あとそれとこの本ね、紫色の新しい、簡単ウクレレソングブック4も大好評新発売になりましたんで、はい、100曲入りのもうね名曲ゾロです。こちらもゲットの方よろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですねアプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかもついてるめちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれはこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのはリットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またねオリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですねなんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったりキャップだったりストラップだったりT シャツだったりいろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ .com このホームページを見てくださるといろんなものがね載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと最近ガズがもう一個始めているピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃうガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がっててかなり面白いことになってます。これねウクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレガズピアノ両方であっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さんバイバイ、ごきげんよう。